これから私たちの発表を始めます。気をつけ、レイ。最初にちりめんモンスターについて説明します。ちりめんモンスターとはちりめんじゃこを製造する過程で混ざるカタクチイワシ以外の海の生き物の総称です。私たちが普段目にするちりめんじゃこのパックの中にはちりめんモンスターが選別された状態で入っているので、ちりめんモンスターはあまり入っていません。ではどのような海の生き物がちりめんモンスターなのでしょうか。例えば私たちにも馴染みのあるアジやタイ、サバの稚魚やイカやタコ、私たちが普段水族館で目にするタツノオトシゴや魚ではないですが海藻などもちりめんモンスターの一種です。また普段なかなか耳にしませんが、メガロパやゾヤなどといったカニやエビの仲間もちりめんモンスターの一種です。私たちがこの研究を始めようと思ったきっかけは、総合探究の授業で SDGs について学び、自分たちの住んでいる地域が海に近いこともあり、 SDGs14 番目のゴールである海の豊かさを守ろうに着目して調べてみたいと考え、課外活動であるちりめんモンスター探しを始めたことです。これは私たちが実際にちりめんモンスター探しをしてみて生物を種類別に分けた写真です。ちりめんじゃこ、魚の仲間、タコ、イカの仲間、エビ、カニの仲間、そしてその他など多くの生物を発見することができました。しかしこのちりめんモンスター探しには大きく分けて2つの問題点がありました。まずこのちりめんモンスター探しで使ったちりめんじゃこは業者から販売されている選別前の特別なちりめんじゃこであり、入手が困難です。またエビやカニの稚魚がいるためアレルギーがある人は体験できないなどの問題点があります。そこで私たちはカードゲームにしてしまえばサンプルの取り寄せやアレルギー関係なく誰でも簡単に生物の多様性を知ることができると考えました。しかしカードゲームにするにあたり、誰でもルールを知っている、誰でも同じ条件で遊べる、またシンプルなルールであるなどの課題が出ました。そこで私たちは日本古来からあり誰でもルールを知っている坊主めくりが良いのではないかと考えました。続いてカードゲームの概要について説明します。カードゲームには大きく分けて2つのカードがあります。1つはノーマルカード、プレイヤーはこのノーマルカードの数を競ってゲームをプレイします。もう1つはアクシデントカード、このアクシデントカードを引いたプレイヤーは自分が持っている手札を全て捨てなければいけません。詳しいルールはプレイ動画内で説明しますので動画をご覧ください。では動画を再生します。
最後に私たちは今後の展望として3つの目標を立てました。1つ目はより楽しめるように改良するということです。このカードゲームはまだ試作段階であり、カードの種類や効果がまだまだ少なく、誰もが楽しめるかつさらに面白いカードゲームにしようと思います。また幅広い年齢層に受けるようにカードの写真を分かりやすいイラストに変更することも考えています。2つ目はインターネットで配布をするということです。インターネットで配布をすることにより誰でも簡単にダウンロードして印刷することができ、手軽に海の豊かさを身近に感じることができます。またインターネットは若者のユーザーが多いので、若者に海に対しての興味を持ってもらえるのに最適だと考えました。3つ目は英語版の制作です。2つ目の目標にも述べたように、私たちはインターネット上でのこのカードゲームの配布を予定しています。しかし海の豊かさを守ろうという SDGs の目標は世界共通です。そのため日本語版だけでなく世界共通言語である英語を使ったカードを作ることで、世界中の誰もが海の豊かさについて知るきっかけになってくれればいいと考えています。これで私たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。気をつけ、レイ。